アイテム番号 SCP-52JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-52JP はサイト8181の収容ロッカーに保管されています。レベル5以上の職員の許可なく SCP-52JP を持ち出したり使用したりすることはできません。持ち運ぶ際は箱や袋などに入れ SCP-52JP を他の物体に付着しないようにしてください。また許可なく他の SCP やアノーマラスアイテムに剥き出しの SCP-52JP を近づけたり付着させたりしないように気をつけます。何らかのオブジェクトの収容目的で SCP-52JP を使用することは現在認められていません。説明。SCP-52JP は 84mm、174mm の長方形の紙です。片面に漢字もしくは梵字に似た文字を含む何かの模様が描かれており、一般的にゴフもしくはお札として知られるものと一見して同じように見えます。紙の材質は通常の和紙と同じであり、模様の塗料も普通の墨汁が使われています。SCP-52JP 自体は効果を発揮しているしていないに関わらず通常の紙と同様に破いたり燃やしたりすることが可能です。現在、財団は模様の異なるものも含め延べ12枚の SCP-52JP を収容していますが、それ以外にも何枚ものそれが存在しているのではないかと考えられています。SCP-52JP は模様が描かれていない面が他の物体に接触した場合にその性質を表します。SCP-52JP は接着剤もなしに接触した物体に付着します。そして、付着した物体とその周囲の空間。半径最大約20メートル。ただし付着した物体自身に遮られる。に効果を及ぼします。その効果は科学的なアプローチでは詳細がわかりませんが、生じた現象を総合すると、空間から異物を遠ざける、と形容することができます。未知の基準で SCP-52JP にとって、異物、と判断されたオブジェクトや人間は、その効果の及ぶ空間では活動がある程度制限されます。オブジェクトが特殊な性質があればそれは弱められ、人間であれば身体が重くなったり痛みや吐き気を覚えたりします。この効果はそれに近づけば近づくほどに顕著になります。SCP-52JP を直接付着させた場合がその効果が最も大きく出ます。付着した SCP-52JP 効果を受けない物体もしくは人間の手によって簡単に剥がすことができます。SCP-52JP の異物の判定基準は正確には分かっていません。これまでに効果が現れたのは以下のものです。SCP を含む SCP の一部のアノーマラスアイテム、日本支部を襲撃した敵対団体の構成員、一部の財団職員、金輪際、私にそれを近づけないこと、いいですね、桑名博士。あの倉庫のもラウンジに貼ってあったのも全部破いちまったのは、終わってみれば事故みたいなもんだ。もういいじゃねえか、エージェント河原。今度悪霊退散とか言って遊んでたら首と胴を行き別れにしてやるよ。クスノキ博士。どうだ、明るくなっただろう、白子博士。SCP-52JP は組織内の不和を生みつつ自身の枚数を減少させる副次的な効果があるようです。これ以上、職員の手を煩わせないように収容してください。日本支部理事、マス。ほい、19日本国内にあった財団に似た団体の一つと日本支部として吸収合併する際、その団体から移譲されたオブジェクトの一つが SCP-52JP です。その団体では古くから、それを確保収容保護の対象ではなく、むしろそのための道具として使用していたようです。財団の手に渡った当初はそれについての連絡が行き渡らず、財団職員の手によって現在のサイト、8181の食堂に、一般的なお札のように飾られました。そのことにより食堂の一角に対して異常な現象が発生し、その特異性が明らかになりました。その団体がいつから SCP-52JP を用いていたのかは記録に残っておらず、
また SCP-52-JP の複製方法の記録も故意に削除されています。今のところ、財団は SCP-52-JP の複製に成功していません。中、ろ、付着させることでいくつかの SCP を完全に無力化することができるため、SCP-52-JP は他の SCP を収容する有効な手段になり得ると考えられます。中、は、SCP-52-JP の効果は SCP の収容に用いるのに完全なものではなく、そのような用途に使うことは禁止します。詳細については事件記録、地及び、理を参考にしてください。事件記録、地、19SCP-52-JP と SCP を接触させる実験を行いました。SCP-52-JP により SCP が完全に無力化されることが期待され、付着させた直後はその通りになったと思われました。しかし SCP にはまだ力が残っており、抵抗、その際に貼り付けられた SCP-52-JP を破壊し、再び収容されるまでに財団の研究員や機動部隊隊員を、人殺害しました。この被害の大きさは SCP-52-JP が危険なオブジェクトを安全にすると過信し、警戒が薄れ準備を怠ったことが原因だと考えられます。このことを踏まえ、以降は SCP-52-JP を使用する際にも細心の注意を払うようにしなければなりません。事件記録、B、19危険性はないと考えられていた ANOMALOUS アイテムが突然暴走し、削除済み。後の調査で、暴走のきっかけはそのアイテムは SCP-52-JP の効果に対し異常な適性を示すことが明らかになりました。この事件は、そのような性質を持つアイテムがあることが知らず、またそこが SCP-52-JP の効果の範囲内だと気づかずに職員がそれを持って近づいてしまったことが原因だと結論付けられました。このことにより財団施設内にむやみに飾られていた SCP-52-JP をすべて回収して一箇所に収容。同様に、知らないうちに他のオブジェクトと干渉しないよう、SCP の収容に用いることは禁止されました。ほい、つ、これまで何度か、SCP-52-JP もしくはそれに類似した紙が貼られたオブジェクトが日本国内で見つかっています。そのうちのいくつかは財団に吸収合併した団体の記録に残っていますが、そうでないものもあります。また、紙が風化するほどに古いものもあれば、ほとんど新しいものが使われている場合もありました。模様は同じものや違うものがあり、新しいものは SCP-52-JP と効果の違いがあることが確認されています。その違いは、SCP-52-JP と比べて改善されていると考えられるようなものがほとんどです。紙が貼られていたオブジェクトはそれを取り除いて確認し、そのほとんどが SCP やアノーマラスオブジェクトに分類されました。